ブルンジの歴史では東アフリカの国家、ブルンジの歴史について記述する。ブルンジの起源は主に交渉と考古学によって研究されている。それらによってブルンジには主に2つの建国の伝説が伝えられていることが分かっており、どちらの伝説も国家が W ・キャンバー・ランタマという男によって建国されたことを示唆している。 ブルンジ王国の王朝がいつ誕生したかは定かではない。だが、それがあったとする最古の証拠では、16世紀に遡るとされる。この頃から、ブルンジは、隣国ルワンダと競争しながら拡大していったと言われ、そして、おおよそ1796年から1850年まで、国を支配したウタレ4世の下で、彼らの領土は最も大きくなった。 ブルンジ王国の形態は、階層的な政治体系であり、経済は、属国との交流によって特徴を付けられた。原種であるムワミは、高級貴族と共に、国土のほとんどを支配し、農民には税を要求した。1856年頃から、ヨーロッパの探検家と宣教師がブルンジを訪問するようになった。その後、リンゴクルワンダは、 ドイツ帝国の申し受けを受け入れることを決断し、ドイツ領東アフリカの一部となった。しかし、時のブルンジ国王ムーエジ4世は、ドイツの申し入れを拒否。ヨーロッパ勢衣類へのボイコット、そしてヨーロッパ人の圧力への抵抗を決定した。ムーエジの決定に対しドイツ帝国は陸軍を用いて、ブルンジを攻撃、大きな損害を与えることに成功。しかし、 国王の権力を破壊するまでには至らなかった。だが、ドイツ軍の侵攻に対して、国内では王国への不満が高まっており、内乱が発生した。そのため、次期国王はドイツへの情報を強いられた。ブルンジ王国はドイツに植民地とされる代わり、ドイツ軍は国内の反乱の鎮圧を助けた。ルアンダウルンディの国衝ドイツの植民地にはなったものの、 ブルンジにおける海外の影響は小さく、国王は権力を保ち続けた。しかしながら、ヨーロッパ人はブルンジに疾病を持ち込み、人間、動物に壊滅的な被害を与えた。また、飢饉も発生し、ブルンジ全域において被害は、甚大だった。1905年から1914年にかけて、西部平原の人口の半分は死亡したとされる。1916年、 第一次世界大戦のアフリカ戦線において、ベルギー領、今後のベルギー軍が4月18日、参戦を決定。ドイツ領であるブルンジは戦場になり、同年6月頃にはブルンジはベルギーに制圧された。1918年に第一次世界大戦は、終結し、ベルサイユ条約によってドイツは植民地を手放すこととなった。ブルンジは、ルワンダと共に、 ルワンダウルンリとしてベルギー領となる。第二次世界大戦の後に誕生した国際連合によって、同国はベルギーの国連信託党治療となった。1948年、ベルギーは政党を作ることを許し、ブルンジには王子ルワガソレ率いる民族進歩連合、ベルギーが支援するキリスト教民主党が誕生する。1961年に行われた、 ルワンダ議会選挙において UPRONA が勝利。しかし同年、ルワがそれを含む首相最低3人は暗殺されてしまう。初代元首ムワンブザ4世1962年7月1日、ブルンジはブルンジ王国として完全独立を果たす。1915年からムワミの位置にあったムワンブザ4世が初代元首を務め。 立憲君主制を確立させた。しかし、一方で少数民族である土がフッツを抑えて実権を握っており、フッツの不満は高まっていた。1965年には議会の選挙にフッツが出馬することを認めることを君主側が拒否した。それに対し、フッツのグループは君主に対するクーデターを企てることを支援した。それを聞いた君主は逆に、 フッつの政治家とインテリを殺害した。1966年、ムワンブツァは、自らの息子、ンタレヨンセ世によって、大位を強いられた。ンタレヨンセ世は、ムワミとして即位するも、大臣らのクーデターにより、彼も、また原首を追放された。彼は西ドイツに亡命した。代わって大統領に就任したのは、ミシェル・ミコンベロだった。彼は、同年、君主制の廃止を宣言し、 共和国宣言を行った。共和制になっても民族問題は解決を見せなかった。ミコンベロはブルンジ南部を統治する土の都党を率いた。1965年、フッツに及ぶクーデターが間近に迫っているという噂が流れた。それに対して1969年、多数の主要な軍人、反体制派が粛清された。1971年には、 北部の政党、ハイヤーアップが与党暇によって非難され、1972年、軍事法廷において4人の軍人と5人の民間人が死刑に処され、7人が終身刑となった。ありがとうございます。